ビデオカメラのデータ復旧を行いました。大阪府のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HFR21。操作を誤って、本体内蔵メモリのデータをすべて消してしまったという状況です。データ復旧処理を行い、5時間26分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。